してターゲットは一体何なのでしょうか。皆さんこんにちは。今日のスルスルガン三番目ダイヤアシルビです。今回は山形県の港町高田市に来ています。今日はあいにくの曇り空なんですが、私が今いるこちらの地元の観光園は高田港や最上川、そして晴れている時にはドラファイヤーなど山形県の名産まで見渡すことができるとてもスポットなんです。ここにも調査しに行ってきたいと思います。